日本のニュース24H。皆さん、こんにちは。速報 MLB 野球2024年8月22日。大谷翔平は危険な打者になる指揮官を副長確信。5戦連続安打に打席内容がいい。5回に右中間へ痛烈な安打。すぐさま2投を決め、40-42WBC。MLB ドジャース824マリナーズ。日本時間22日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は21日、日本時間22日、本拠地マリナーズ戦に1番指名打者で出場し、4打数1安打1盗塁1四球だった。後半戦から調子を落としていたが、5戦連続安打。デイブ・ロバーツ監督も、翔平は打席内容がいいと復調を確信していた。初回の第1打席は、空振り三振に倒れたが、3回2死1塁では、四球で出塁し、ムーキー・ベッツ内野手の左線2塁打で生還した。5回1死の第3打席は、右中間へ痛烈な安打。さらに、今季39個目の盗塁を決めた。これで39本塁打、39盗塁で40-42ダブルリーチをかけた。5試合連続安打で打率291。指揮官は翔平は打席内容がいい。四球も選んでいるし、ストライクゾーンに来た球を打っている。彼が自分の前、後ろ、そして周りを見回すときはさらに良い危険な打者になると思うと絶賛した。チームは復帰したマックス・マンシー内野手が2本の2塁打を放った。復帰後は3試合で2本塁打6打点。指揮官はどの打席も重要であることを理解して、彼はチームを救い上げてくれたと感謝した。さらに、トミー・エドマン内野手も19日、同20日から合流。ドジャースの強力打線が完成し、10安打8得点で4連勝。13連戦を10勝3敗で終えた。9人全員が投手に対して競い合うと、相手投手には負担がかかる。このシリーズで、打線はまるで野球教室のようなプレーだったと、指揮官は喜んだ。早すぎる大谷翔平39個目の盗塁で見せた自信に満ちた振る舞い捕手は投げることすらできず落胆。 MLB ドジャース84マリナーズ8月21日日本時間22日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手がマリナーズ戦に1番 DH でスタメン出場。第3打席でライトへのシングルヒットで塁に出るとすぐさま今季39個目の盗塁を成功させた。塁上の大谷は自信に満ちた振る舞いを見せ、相手捕手も送球を諦めた完璧なスタートにファンからはいやいや見事と驚愕の声が上がった。3-1 とドジャースが2点リードの5回、一死走者なしの場面で、大谷が3打席目を迎えた。大谷はカウント3-1からの5球目、真ん中寄りに来たカットボールを打ち返した。シングルヒットで塁に出ると、誰もが予想していた通り盗塁のスタートを切った。捕手も大谷の動きを見て立ち上がり、セカンドへ送球しようと振りかぶったが、すでに大谷はスライディングを終えて立ち上がりかけていた。大谷は2投を成功させた直後、よしと気合を入れ直すように、2度手を叩くと、自信に満ち溢れた表情で、力強くサムズアップしてみせた。大谷はこの盗塁成功で 40-40 の偉業達成まで残すところ1本塁打1盗塁のダブルリーチをかけると史上最速で史上初の同時達成も現実味を帯びてきたことから中継を視聴していたファンからもついに来たか同時達成してくれめっちゃ楽しみだ P で達成は世界初やでなど興奮を抑えきれないといった声が相次いだほかいやいや見事翔平のプレーは美しいねなど完璧な盗塁に見とれてしまったという声も多く見られた。日本時間8月22日、大谷翔平、ドジャースは、ドジャースタジアムで行われたマリナーズ戦に、1番 DH でスタメン出場し、今季39個目の盗塁に成功。ホセ・カンセコ、バリー・ボンズ、アレックス・ロドリゲス、アルフォンゾ・ソリアーノ、ロナルド・アクーニャ・ジュニアに次いで、史上6人目となる、40-40。シーズン40本塁打&40盗塁の達成まで、あと1本塁打&1盗塁となった。過去の達成者。まず、40-40達成の日付を見てみよう。最も早いのは、2006年の、ソリアーノで、9月16日。1998年のロドリゲスが9月19日で続き、2023年のアクーニャ・ジュニアが9月22日、1988年のカンセコが9月23日、1996年のボンズが9月27日となっている。8月中どころか、9月前半に達成した者すらおらず、すでに39本塁打&39盗塁まで数字を積み上げている大谷が最速記録を更新するのはほぼ確実だ。次に、選手自身の出場試合数を見てみると、最速はソリアーノの147試合目。カンセコが151試合で続き、アクーニャ・ジュニアが152試合、ロドリゲスが153試合、ボンズが158試合となっている。大谷は125試合目の出場を終えたところであり、ここでも最速記録更新は間違いないだろう。最後にチームの消化試合数を見てみると、ここでも最速はソリアーノで148試合目。ロドリゲスが153試合で続き、カンセコとアクーニャ・ジュニアが154試合、ボンズが160試合となっている。ドジャースは今季162試合のうち128試合を消化。ここでも、大谷の新記録樹立は、間違いないはずだ。大谷は、シーズン162試合に換算すると、49本塁打&49盗塁ペースとなり、もう少しだけペースが上がれば、前人未到の50-50達成も見えてくる。45-45達成でも、史上初の快挙となるが、7月以降に大きく盗塁のペースを上げた大谷は、50-50達成を意識しているのかもしれない。もちろん、快挙達成のためには、コンスタントに本塁打を積み重ねていくことも必要だ。ちなみに、ドジャースのシーズン最多本塁打記録は、49本、2001年の、ショーン・グリーン。
50-50 を達成すると、同時にシーズン本塁打の球団記録も塗り替えることになる。大谷翔平の50本塁打&50盗塁に、太鼓判、大谷は20日、同21日の本拠地、マリナーズ戦で、今季38盗塁目をマークした。史上6人目の40-40まで残り1本塁打、2盗塁。40-40 の史上最速記録、147試合目を大幅に更新する可能性が高い。現在のペースを維持すれば、史上初の45-45も十分可能だ。ロリンズ氏は、現役時代にパワーとスピードを備えた遊撃手として活躍。フィリーズ時代の2007年には30本塁打&41盗塁、23塁打をマークして MVP に選ばれた。同メディアの取材で 50-50 の可能性について聞かれると、可能だと思う。今月もう2、3本打てば、彼は絶好調になる。そうなれば、彼は打ちまくるから、1週間に8本打つだろうと言及した。さらに、盗塁の方が難しいだろう。本塁打ばかり打ってしまうと、どうやって盗塁をするのか？本塁打は狙わなくても打席に立てば、立つほど自然に生まれるだろうとした。プレイオフ争いが激化する中で、大谷との勝負が減る可能性はあるとしながらも、そうすれば、出塁する機会が増えるので、盗塁するチャンスが増えてくると同時。一方で、彼が盗塁を望んでいたとしても、疲労の蓄積を避けるために、チームがストップをかけるかもしれないと、大谷個人が管理できない部分もあることを危惧した。なんでそこにいるんだ？大谷翔平が、普通じゃない相手チームがドン引き。爆速すぎる三塁打に、球場騒然。8月20日、日本時間8月21日に、米カリフォルニア州、ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われた、ロサンゼルスドジャース対シアトルマリナーズの一戦で、ドジャース、大谷翔平が足で稼いだ三塁打と、その際に見せたリアクションが、野球ファンの間で注目を集めている。0-3、ドジャース3点のビハインドで迎えた、この試合の3回裏ドジャースの攻撃、一死走者なしの場面で、打席に立った1番大谷は、徹底した外の配球で誘う、マリナーズバッテリー、足から滑り込むと、自身の階段通り力走に高まるものがあったのか、両手を一つパンと叩いてから、恒例の DBZ のポーズを披露。ついで、三塁コーチとのタッチを経て、今度はスタンドに向けて、ポーズを披露することとなった。こうした大谷の、爆速三塁打とその際に見せたリアクションに、日米の野球ファンも大注目。ネット上の野球ファンからは、普通じゃない。普通なら、二塁打だろ W。テンション高め国 W。気合入ってるな。最初の打席でやられた球をやり返したといった、様々な反響が巻き起こっている。打率、191-268に、上昇大谷の元相棒が落とした、ヒント。独運人気者が導入した新アイテム。ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が、後半戦に入り、復活の兆しを見せている。前半戦は、71試合で、打率、191、15打点と低調だったが、後半戦は23試合で打率268、13打点を記録。地元紙、ロサンゼルスタイムズは、復調の理由を伝えている。8月24日で、33歳となる人気者の、イ・ヘルナンデス。同紙のドジャース版、ジャック・ハリス記者は、メガネが好調の秘訣だと記した。キケ・ヘルナンデスは、この1ヶ月のほとんどで、全く新しい選手に見える。どうやら、その一部は、新しいメガネのおかげのようだ。イー・ヘルナンデスがメガネをかけ始めたのは前半戦最後の敵地タイガース3連戦中。理由は最近右目の乱視と診断されたからだという。シーズン序盤。かつて大谷翔平投手と2018年にバッテリーを組み、今季はホワイトソックスでプレーしたマーティン・マルドナード捕手との会話がヒントになった。彼らホワイトソックスの選手はもっと詳しい検査を受けてメガネが必要だと分かったんだ。それで自分も、そうか、自分もやってみようと思った。当初は慣れなかったが、休園休み中もメガネを装着。